グレーシャー米国立公園の位置、グレーシャー米国立公園は、ジュノーの近く、アラスカ州南部にある米国の国立公園である、グレーシャー米国立公園とも表記する。1925年2月25日、アラスカ州南東のグレーシャー湾の周辺地域は、最初は国定公園として布告された。1979年、ユネスコの世界遺産の一部となった。 1980年12月2日、アラスカ国家利益土地保護法によって、クレイシア米国立公園となった。1986年、公園は生物圏保護区に放含されることになった。公園の面積は13,287、警平方メートルである。公園のほとんどは自然保護地域に指定されており、その面積は、 公園の 1784K 平方メートルに及ぶ。クレイシア米国立公園のウエスタンアームのランプルー氷河公園に続く道はない。様々な国立公園局の連絡船または小さなガスティバスという街行きの飛行機で行くのが最も簡単である。道路がないにもかかわらず、年間の来園者は平均38万人である。雪をかぶった高山から、 グレーシャーワンに降りてくる氷河は世界で最も壮大な氷と氷山が降りなす風景の一つを想像する。湾の最も有名な氷河はおそらく幅約3キロメートル、高さ約80メートルのミューア氷河である。グレーシャーワン全域は1750年まで氷河に覆われていた。探検家ジョージ・バンクーバー・提督は1794年、 グレーシャー湾の南端で氷で詰まった IC 海峡を見つけた。グレーシャー湾自体がほとんど氷に覆われていた。1879年、自然主義者ジョン・ミューアは氷がほとんど湾からなくなり、約 77km の距離を交代していることに気づいた。1916年、グランドパシフィック氷河はタール入りへの奥、グレーシャー湾の入り口から約 100km まで、 交代した。これは記録に残されている中で最も早い氷河の交代である。科学者は氷河活動がどのように気候変動に関係するのかを氷河の交代から学びたいと考えている。グレーシア米国立公園には16の長官氷河がある。12の長官氷河が活発に割れ、湾内に氷山を流している。熊、鹿、白岩ヤギ、クジラ、 水鳥といった野生動物が生息する。ランドサットの画像データと、米国地質調査所の標高データに基づく、グレーシャー湾の四角化、クルエーン国立公園、ランゲルイコールセントイライアス国立公園、グレーシャーベイ国立公園、タッチェンシニー、アルセク公園からなるクルエーン、ランゲルイコールセントイライアス、グレーシャーベイ、タッチェンシニーイコールアルセクという国境を越えた公園は、 ハイログマ、トナカイ、ドールシープの生息地としての重要性だけでなく、壮大な氷河と表現の風景のゆえもあり、1979年にユネスコの世界遺産に登録された。ありがとうございます。